31点でセルビアに勝つゲンよ、すごくない？あすごいですね。すごいゲンよ。お母さんバレー大好きなんですよ。トシ、いけ！おお、勝った勝ったよ。このまま何が怖い？なんかまずバス乗っとって、眉ボタンを押すの忘れとったと思ったら誰か押してくれたと思ってんで誰もリンクって、眉以外誰もリンクあってんで、そんだけ帰っとる途中もな、雨の音やと思うけどなんか足音みたいに聞こえても嫌になってきて、わーってきた。こちらホームエイチビさん。おい、おとんか。へい、ふい。で、親殴ったらダメやって、お前。今日は家全体を使ってかくれんぼをします。だるいと思ってたやろ。だるい、疲れた。もしも俺のことを見つけることができたら、二十歳になったってことでお小遣いを15万円あげます。それ20万じゃない、二十歳なら。お前数数えられんやろ。俺が隠れるから二人が見つけてほしい、俺のこと。すぐ見つかる、お前なんか。まずは練習があったら2回だけでやろう。ダメやろ、それ。だな。出したらダメやよ。出すよ。ダメやって、そんな下ネタ。ぐっさ。妹これ飯食ってるんですよ。てか、うんこ食っとるし。ね、ぐっさ。うんこ味のカレーと辛味のうんこどっち食いたい？カレー味のうんこ。へぇ、カレー。うんこ味のカレーやろ。あと10分以内に見つけんたらダメ。一言で隠れます。ベランダに隠れたいと思います。あいつら絶対わからんわ。家広いんでね。まあ、とりあえず2階だけなんで、ここに隠れます。ベランダは絶対バレません。はい、1分経ちました。はい、1分経ちました。はい、探しに行こう。探しに行こう。すぐ見つけてやろうね。そっこや、あんなの。すぐや、そんなもん。トイレ、トイレ。はい。これは、なんか懐かしいトイレだな。おらんがいあんた。どこにおれ。前の部屋。汚い集中すのよ。あー、いねえな。カーテンの中じゃない？あー、キーマカレーは好きかかな。いねえな。わかった。クロちゃんの真似や。ベッドの下、ベッドの下。いないね。こんなもん自分の部屋に隠れとったアホやわ。ねえねえ、このベッドなんでシングルじゃなくてセミダブルにしたか知っとるね。なんでや。彼女連れてきた時にシングルやったら狭いやろ。全然役に立ってないね。こう俺のベッドやったし、女の子と二人で寝てた。私の前で言う。うん。あ、なんかおかしいんじゃない。どこの女や。知れんねん。じゃあここやな、この部屋、はい、この部屋しかねえわ。よし、そんなんでもここで隠れるっつったら悪いけど。クローゼットまず見ようか。いねえな。疲れそうです。もうここに決まっとらないね、あいつ。あーもうこれだ。汚いやん、もう。ネズミ見てよ、お前。汚い。話で出れないやん、ベラダ。見つかった、絶対使うと思った。いや、見つかるやろ、普通。ベラダしかないし。2階とか隠れるとここしかねえやろ。ねえ、足汚いし。すいません、ほんとに。こいつ、きっしょ。全然面白くない。何が面白くないって。隠れんぼなんて面白くない、うん、うちの中でやっても。まあ、4万やる、とりあえず。じゃあ、今から5分数えて。家全体のどこかに隠れるか。広すぎる。そしたら11枚もらえる。ってことで隠れます。行ってきます。私、何分もや。5分後。ここは親父の昔の部屋です。開かずの間です。ここに隠れれば絶対大丈夫。5分経ったので行きます。探しに行くよ。行くよ、パパ。1階のトイレじゃない、この裏におるかもしれん。あ、量ちっちゃくなれるかもしれん。小人や小人。お前アホか。わからんわ。水で出てくるかもしれん。ほらほら、ここから脱走したんだよ。夜って怖いね。お風呂は前が入っとるから、あの中かもしれない。こんなとこも入れんわ。上に置くかもしれない。あいつ余事の星だ。たまに煽らんな。わかった。わかったわかった。ここにおるかもしれない。うわ。あ、壁やった。私の部屋しかないんじゃない。じいちゃんとばあちゃん寝とるし、静かに行こう。うわ、なっつ、俺の昔の部屋。おらんないな。あんなかんねえか。そっちの部屋にしかおらんってことや。来たかもしれない。ここ人形の裏なんで絶対にバレません。ここしかねえな。行ってみるか。いねえな。いや、でもおらんわ。バレなかったせよ。もう一回見てみるか。なんか音する。なんか音した。音する。ガタガタって音した。おるんじゃない？でもおらんよ。おる？おらんわい。ああ、なんか、みげ。なんで3個入ってきたんや、バレンダ。あと11万ちょうだいや。はい。お母さん疲れた。ちょ、親孝行したいから。15万いただきました。ありがとうございます、りょうくん。今度の、舞の、誕生日会これでするか。ああ、それがいいね。ね。盛大にしよう。いいね、まあ、いい。はい。この人らがかくれんぼで俺見つけたから六角とおごってやるわ。やったー。